未来のモンスターを探せ、イエーイ、イエーイ。はい、ということで今回もやってまいりましたアユ太郎チャンネルの未来のモンスターを探せ企画。今回はですね、石森さんと横須賀ドリームスポーツ少年団にお邪魔してます。はい、はい、ということです。今回僕らと対戦してもらう相手を用意していただいたので、お願いします。関東チャンプ、はい、何年生の？4年生。4年生で関東チャンプで、こちらの子が全国でベスト8ということで、まあ、それをね、未来のモンスターですよね。それをちょっと相手していただくということで、意気込みは？意気込みをどうぞ。ナシボールを打たれないように頑張ります。よし、負けないぞ。フルショットで打つよ、こっちは。協力して頑張ります。はい、わかりました。じゃあ僕らも負けないように声出して頑張っていきたいと思います。じゃあお願いします。俺だけは負けないように頑張ろう。また最後にジュニアの紹介させていただいたので、とりあえずね、僕らに勝ってもろて、僕らは手を抜かないんでね、いつも通り、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速行ってきましょう。レッツゴー、アユ太郎チャンネル。
ゆうたろうチャンネル。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃうまかったんですけど。めちゃくちゃうまいです。結構しっかりしてましたよね、ストロークも。ミスですか？ミスもないし、レシーブめちゃくちゃいいし、素晴らしかったです。どうでしたか？先に攻められなくて、相手に先に攻められたから、あまり自分のプレーが見えてくる。まあね、あと後々そうさ、力まなくてもいいから、この体がついてくるから、焦らずに自分のペースにやって、十分いいと思います。あとは考え方とかね、展開とか学んでください。お願いします。ありがとうございました。小学生とかとなんか違うから、どこに立ったらいいかとかちょっとわかんないですね。テンポも違うし、ね、ボールのスピードとかね、そこはまあこれから多分すぐ僕なんかあっという間に抜かしていくと思うんで、まあ、頑張ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。横須賀ドリームスポーツ少年団の本吉です。うちはね、やっぱり以前も出たと思うんですけど、頑固人。したい、頑張ってるところです、はい、これからも頑張ります。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。入団募集します。募集します。入団募集してますか？お願いします。あ、わかりました。じゃあ、概要欄に ありますそういうホームページも。あります。あ、じゃあホームページは概要欄に貼っておきますので、横須賀周辺ですかね、主に横須賀ドリームスポーツ少年団なんで、ぜひ気になる方は入団お願いします。お待ちしております。じゃあ、ありがとうございました。未来のモンスターを探せ企画でした。ありがとうございました。ありがとうございました。の虹色の戦争、あなたが殺した命の歌が1万年後に千年前から愛してる。街を抜け海に出たら次はどこ目指そうか。窓から見下ろす街並みは願いを一つ叶えるなら、花や虫は何を願う。